デイリービルの山根です。本日は経済安全保障アナリストの平井浩二さんをお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。平井さんといえば、はい、楽天、はい、ソフトバンクということで、はい、2>, 2夜連続ね。<laughs> はい、<laughs> 決算が出ましたんで、はい、やっていきたいと思いますが、もはやこのデイリービルのキラーコンテンツですよ。あ、そうですか。えー、これをしっかり解説しなきゃいけないです、ね。はい <laughs> デイリー・ウィルの動画一覧で一番最も人気の動画って言ったらね、平井さんの楽天が出るんですようん、うん。<laughs> もう百三四十万回再生でいってお、すごいですね。百三十作三十万、はい、日本国民の一パーセントが見ているという計算になるんすからす。素晴らしい。<laughs> とといったところで楽天 <laughs>、はい、グループの最新決算、えー、2023年の第二四半期ですね、うん、でまず前年同期比前々年同期比等々と比較していただきたいんですが、うん、いかがでしょうかと、はいはい。じゃあまず資料を出しますけれどもあのこの、まあ、前期のね売上をまず比較していくと、うん、まあ直近の半年間で9728億円。 とということでで、まあ、あ売上は伸びてるわけですよ9.5%約1割伸びてると、ええ、だからまあいつものようにちゃんと売り上げは伸びてるよと5年連続ね。はい、じゃあ次のグラフに行きまして営業利益はどうなってるかと、ええ、いうとやはりですねあの赤字転落が始まって以来、ええ、ずっとこの赤字が続いていて今期も赤字ということで、ええ、この半年もね ということでまあ赤字幅が少しねえーえー、まあ小さくなったかなというような感じなんですよね、はい、というかまあ前がひどすぎたんでしょうねこれね。まあそうですそうです、うん、改善って言ってもね、うん、もまだまだですよねこれねまだですねあのー、まあローミングの効果なんか出たんだと思います、はいうん、それでまあ最終利益ですね、うん、税引きを見てもやはり同じ傾向があるということで、えー、まああのー モバイル事業にコミットしたがゆえにですね、うん、まあ赤字の幅がずっと赤字の決算が続いているという状況は全く変わってないわけです、えー、じゃあまたいつものようにあの売上げ高、えー、これをまあ見ていきますとねまあ,あ売上が伸びてるっていうのを全体のお見せしましたけど部門別で見てもやはりちゃんとこの3部門、えーまあ、インターネット販売それからフィンテックっていう金融そしてモバイルは伸びてるわけですね。えー そしてえー、じゃあセグメント利益はどうかっていうとやはりあの全体と同じような傾向でねインターネットの,その、まあ、販売の部門と金融の部門は着実に利益を出しているわけですよ。ええところがまあモバイルの赤字が、ねまあ、あの相変わらず全体の足を引っ張っている。 えー、いうのがまあ一つの、まあ、この傾向は続いてるねということがはっきり分かるわけですね。えー、ただこれ損失は、うん、まあね前年同期に比べたら、まあ、少なくなっているわけですよ。その原因としてはどういうことこにあるんでしょうかね。ねあの一つあるのがですねやはりあのローミングを KDDI と始めたということで、はい、KDDI の回線をまあ借,りる形、ね、借りる形です。る、はいうん、ででなの自前でまああの基地を作る のに比べれば、はい、まああの当然、えー、費用はかからなくなるわけですからね。うん、これはやっぱ大きいと思います。うんうん、で、あのミキタさんがおっしゃるようにね、まあ。 楽天経済圏とか言って、まあ、あの楽天の,そのユーザーがどんどん増えるんだっていうようなことを言ってるわけですけれども、まあ、これはですね、えーまあ、次のデータを見ていくとねグラフでちょっとお示しをしますけれども、はい、この、まあ、最新の今年の6月に、ね、総務省が発表したものを見ても、うん まあ、携帯電話ののの契約者数のシェアっってていいうのは変わってないんですよ、はいえー、費用の支出のところがローミングによって少し軽くなったけれども、はい、それによって全体の赤字幅というかなモバイルの全体の赤字幅が1850億円で止まったわけですけれども、はい、まあ,あのじゃあそれによってね三木谷さんがあのぶち上げたように、えー、ユーザーが爆発的に増えてるかというと、はい、全くその。 携帯業界の3強1弱のですね構造は全く変わってないんですよ。それこそ楽天モバイルの話をしていただいてもう2年ぐらいになるかもしれないですけどこのグラフも全くミリも動いいてなでですすねねしまあこれだけもう完成された市場なわけですからねそ突き崩すっていうのは並々ならぬというかまあ不可能ですねはいそのと通りです。 だからいつまでこのできないことを追っかけてるんだろうかと、えーね、あの楽天の,その経営姿勢に対しては私はあまあ疑問を呈したいと思いますね。ここってこう 損失がねどんどんこう積み上がる中で<っ>財務状況とかってどうなんだろうと思うんですが、はい、あのやはりですねあの楽天の方は、まあ、少しあの赤字幅が小さくなったとはいえ、はい、これまでさんざんこの負債を積み重ねてきたと<っ>でいよいよ社債も発行できなくなってきて、ね、格付けが落ちて、うん、でこの前大増資をやったわけですよ、はい、で、えーまあ、大規格化をしてしまったとで、まあ、その状態からいくとですね どうなっているかというと、あの次のね、社債の借り換えという問題が出てくるわけなんですね。ええ、で、えー、これはね、ブロンバークさんのデータをちょっと紹介しますけれど、うん、ここにあるようにですね、まあ2024年、2025年にまあ4000億以上の、はいえー、社債の償還というのが来るわけですね。うんええ、で、後ろの方にあの例えば25年以降が あごめんなさい26年以降が少なくなってるけどこれ減っていくわけじゃないんですよ <laughs> 借り換えたらそこで返したやつがまた順繰りに何年後かに出るという形なんでね定期的にこの何て言うんでしょう社債の変換というか有利負債の削減が進まない限り、はい、このグラフは後ろにこう順繰りに行くのは変わらないわけ。はいで この社債の償還期限問題で考えなきゃいけないのは実は去年の12月に S&P グローバルが楽天の社債格付けを WB に落としたということなんですね。えー、ということはあの格付けが落ちるとどうなるかというと当然社債の,その発行コストが上がるわけですよ。はい、ということはますますその財務を苦しめていくことになるわけですね。それがあ 見えてる中で、じゃあこの4000億円超のね、うんえー、まあ社債の返還をどうするのかという問題が出てくるわけです。うん、で、それに対して三木谷さんが行ったのが前回の動画でもお話しした公募増資と第三者割当増資なわけですね。うんはい、で、まあ結局ですね、公募増資はあの前回お示しした資料と変わっているのが、うん、国内のあの一般公募増資の数が減って海外が増えちゃった。 それとあとまあ海外プラスで6,100万株以上がちょっとついたんで合計の,あの普通株式の,その発行総数は変わらなかったんですけれどもまあこういう形になって。 で価格は566円ということになったわけですが、まあ、あの大規模増資で海外でかなり攻防したので、まあ、懸念国の手に渡ってないかどうかこの問題はまだ残ってるんですね。ところがまあだから今あのあの株主構成がどうなってるのか外資比率がどうなってるのか。 それから楽天はあの外為法でいうコア業種なわけですよね。コア企業なわけです。はい、でそこはあの当然ですね。今回公募増資したわけですけど。本当は行き違い1%で決まっているわけですね。はい、あの外資規制。それよりあの。事前審査になってるんですけど。はい、そこがなし崩し的になってないかってのはちょっと気になりますね。ここまで追い詰められた楽天としてはもうなりふり構わないというか、もう全国であっても、はい。 ねはい、<laughs> 買ってくれるだらっていうところでだからあんまりチェックしてくれるんだなとね、はい、思ってるかもしれませんが、うん、そこはちゃんとチェックしないといけない、ね、そうですねこれはもう経産省はしっかりとねあの財務省はしっかりやってもらわなきゃいけませんね。はいうん、でまあこの公募増資の結果とあと財産者割当て増資の結果、まあ、ここにお示しした通りで、はい、まあ合計でですねまあ,あ、まあ、2947億8500万円。 <え>が、まああのー、入ったということになるわけですね、うん、こんだけ株を出したおかげでね。はい、で、まずじゃあそこが入ってきたということは一つ置いておきます、うん、それからえ次にこの半年間でやったこと何かっていうと <えっ S 2> 楽天銀行上場したわけですね。4月に プライム市場に上場しましたね。そうです。うん、はい。で、まあそれでまあ100%持っていた株式をまあ売りや売り出したわけですけど、それによって100%から63.3%に、うん、まあ持ち分比率は減ったわけですね。はい、ですからまあ3分の1 今まあ売ったということなんですけれども、うん、これによってあの売却価格っていうのが出てましたけどこれがまあ850億円っていうふうにえまあ決算端子には出てたわけですね。うん、ということはまああとは西友ホールディングスが持って、えー、の株式を KKR に売ったりしていますから、うん、まあ はここでも楽天銀行で850億それからさっき言った増資で2947億っていうことでまあほぼほぼ4000億近くのお金は集めてきたということなのでまあ多分これをもって返済をしてですね1回目のね来年のやつを乗り越えてえいくわけでしょうけど次の4000億どうするのかと25年に来るやつねこれについてはまだ見えてないわけですよ、う。ん だけどまあ当然その4,000億で返し,返したとこであとその借りてきたこの第三者お金手増資が全部返されるわけじゃなくて、うん、あの例えばあ楽天モバイルの設備投資に使うとかいろいろ用途はもう発表されてるんでですね、うん、まああのー、単純にこの4,000億は全部今回集めたお金で返るわけじゃないわけですね。うん、でまあそういったこともじゃあ残りの足らずまいどうするのかというような問題も出てくるわけです。うん それから営業キャッシュフローはプラスになってましたね、今回は、ねえー、まあそれはでも楽天銀行のね、えー、ちょっと資金の動きが変わったからということが原因なんです。うん、で、えー、じゃあ資金繰りがどうなるかっていうような問題がこれから出てくるわけですけど、はい、まあ今言いましたようにいろいろな手段で、まあ、約4,000億のお金をかき集めたわけだけれども、えー、今度まあそこでえ来年4,000億の 召喚もある、うん、それからあ楽天モバイルの投資とかそういうのもあるわけですよね。うん、でそれで、えー、まあ格付けが下がってる中で、うん、じゃあ次はまた負担が増えるねっていうことになるわけです。うん、でやはりですねあのーまあ、この余波を受けてるのが例えば日本郵政なんですよ。うん、っていうののは彼らがあのーまあま テンセントと同じ時期にものすごい株を引き受けたわけですけれども、まあ、これがですね今回の大増資とか株価の低迷によって評価損を立てなきゃいけないということでね、はい、850億の評価損を立てたわけなんです。はいうん、でそれによってですね、えー、まあ実はあの日本郵政がですね85億円の赤字に転落しちゃったってことなんです。と、うん、いうことはこれまあ あのこれからの株価の動きもあるんですけれどこれ本決算の時に損を立てたとなると、うん、これ株を引き受けた日本郵政の担当者役員はこれ責任問題になるとそれを見てこれねテンセントも同じ、えー、あの時期に増資を引き受けてるわけだから同じ規模のほぼ損を出してるわけなんですね、ええ、そうなるとじゃ一体どうなってんだということに、まあ、なってくる。 と思いますよでそうなるとそれを見てるとですねじゃあ次の資金調達の時においおいおいとちょっと引き受けてもまたね株価があの希薄化して株価が落ちて損になったらですね今度あの自分が責任を取らなきゃいけないということになるとですね、えー、気が気じゃないと思うしまああのよくあのよくぞ前回のねあのまあ 第三者割り当増資でサイバーエージェントはね引き受けたと思いますよ。これもう一回大増資やったらまた下がるわけだからその時はまあサイバーエージェントで問題になると思うんですけどねまあ当期も同じですけどねだからまあそういったようなリスクをあの第三者割り当増資を頼まれた側って考えるんで今回のその日本郵政とかテンセントが損を計上したということはちょっと ネガティブな要素になるなと思ってます。で結論から言えば、まあ、どう考えても、こから、うん、その携帯電話シェアを取る。うん っていうのは難しい不可能じゃないですか。はい、やっぱりローミングとかしてね、うん、若干コストダウンしたと言っても、うん、まあ損失であることは変われないわけです。す、はい、変われないですよ、ね。ただ、やっぱ結局これもう2年間ずっと言い続けてますけど、もう楽天モバイル事業をただ切るっていう。うね、むしろこれめちゃくちゃ簡単でなんなら楽天って別追い詰められても何でもないと思うんですよ。はい、インターネットのね、ええ、え本業の方は順調なわけですから。ええ、そうですよね。うん、全く追い込まれてないんです。ただ決断一つでもう、はい ね、有料企業に、ね、<laughs> 戻れる。っていうまあね散々言ってきたことですけども、ね、まあそれはプライドなのか何なのかねそうですよだって社会的使命とか言ってるけれど、はい、楽天がねあの間違えたのは、はい、競合他社がねモバイルの価格を下げないっていう前提に立ったわけですね。はい、ところがあの、まあ A AU、もそうだし、はい、あの まあドコモもそうだし、みんなこう下げたわけですよ。個人向けのねパッケージを。そしたらじゃあ、なんでわざわざ楽天にしなきゃいけないのかとようになりますよね。なんでそんな計算が立たなかったのかなっていうのは本当に不思議ですね。といったところで、結局はそこに落ち着くんですかどね。そうなんですよね。うん。落ちの分かった、完全に落ちの分かってる動画を毎回送りしてるんですけどね。 そうですね。もし、あのただね、今度は2024年、25年の社債の償還の問題が出てきますから、これはまだあの他のメディアはね、あの取り上げてないけど、これ大きな問題になると思います。そういうことをあの経済紙ダイヤモンドとかね、日経とかもこの楽天崩壊みたいなもの今になって結構大々的に扱い始めましたね。ね、僕らは1年前から言ってたのにね。もうこうなりますよっていうのはわかるんですよ。うん。 あのなったから言うわけじゃないけどこうなりますよこうなりますよこうなりますよ,ますよって言っててその通りになってますもんね。ったもんですねうんある意味これはまあ予測しやすいというのあるかもしれませんが <laughs> え<っ>次の動画ではソフトバンクの、ね、<っ>最新決算も出ましたんで、はいうん、こっちはなかなか複雑なところもね多少はあると思いますんで、はい、これは<た>ぜひまた解説よろしくお願いしままます、はい、分かりりりししたたああががとありがとううごござざいいます。